サーバントといえ、私は支配する側。この鎖が何よりの証拠です。とはいえ、常に自分が正しいなどとも思いません。私の至らないところを諌めるのは、あなたの役目です、マスター。以前のお話ですけど、私の角を見たいとおっしゃいましたわね。いいでしょう。今日は気分がいいので、特別に許します。それは私の角、アレイの触覚、第二の魂と言っていいもの。もし、これが砕け散る時が来たのなら、その時はどうか、私に慈悲を与えてください。それがどのような手段でも構わない。傷をえぐるにしろ、閉ざすにしろ、あなたの手で終わらせてほしいのです。ニトクリスさんに声をかけたのですが、機嫌を損ねてしまいました。あの耳、てっきり牙の種族の仲間かと思って、ついうなじを舐めてしまって。角を持つ人間ではない者たち。鬼というのですね。私の角とは違うようですが、ルーツは同じなのかもしれません。その末路も、やはり似たようなものになるということでしょう。私のマスターはあなただけです。それ以外に言うべきことがありますか？以前のお話ですけど、私の角を見たいとおっしゃいましたわね。いいでしょう。今日は気分がいいので、特別に許します。主従関係を私に問いますの？もちろん、何事も徹底的に、ですわ。聖杯。冷静に考えてみれば、わざわざ魔術で叶える願いではありませんでした。私は妖精騎士バーゲスト。いざとなれば、力ずくで手に入れてみせますわ。ニトクリスさんに声をかけたのですが、機嫌を損ねてしまいました。あの耳、てっきり牙の種族の仲間かと思って、ついうなじを舐めてしまって。出陣でしたよ。背筋を伸ばして、襟元を正しなさい。嫌いなものはメルジーヌです。これは信念の問題ではなく、単に性格の問題かと。好きなもの。そうですわね。厄災のことはいえ、私は牙の種族の貴族。ですので、ほら、つがいとなる方とは、しかるべき場所で、しかるべき儀式で指輪を交わしたいというか。ニトクリスさんに声をかけたのですが、私のマスターはあなただけです。それ以外に言うべきことがありますか？聖杯。以前のお話ですけど、私の角を見たいとおっしゃいましたわね。いいでしょう。今日は気分がいいので、特別に許します。角を持つ人間ではない者たち。鬼というのですね。私の角とは違うようですが、ルーツは同じなのかもしれません。その末路も、やはり似たようなものになるということでしょう。主従関係を私に問いますの。出陣でしたよ。嫌いなものはメリュ、以前のお話ですけど、好きなもの。私のマスターはあなただけです。聖杯。出陣でしたよ。主従関係を私に問いますの。もちろん、何事も徹底的に、ですわ。ニトクリスさんに声をかけ、角を持つ、好きなもの。嫌いなものはメリュ、以前のお話ですけど、私の角を見たいとおっしゃいましたわね。いいでしょう。
今日は気分がいいので特別に許します。それは私の角、アレイの触覚、第二の魂と言っていいもの。もしこれが砕け散る時が来たのなら、その時はどうか私に慈悲を与えてください。それがどのような手段でも構わない。傷をえぐるにしろ、閉ざすにしろ、あなたの手で終わらせてほしいのです。私のマスターはあなた、主従関係ニトクリスさんに聖杯出陣でしたよ。以前のお話で、嫌いなものはニトクリスさん、角を持つ聖杯。